はい、それでは皆さん準備の方が整ったということですので、はい、はい、それでは参りましょう。シースペアの皆さんです、どうぞ。はい、よろしくお願いします。
した曲は、2曲目、3曲目なので、はい、ではですね、次に、これもまた吹奏楽でおなじみのポップス、オーメンズ・オブ・ラブをお送りしたいと思います。Thank you.
方がほとんどだと思うんですが、聞いたことがある方いらっしゃいますか、今の曲。はい、ありがとうございます。F1 のテーマ曲となっている Truth という曲で、こちらの曲でこの楽器がメインで使われてて、それでまあ有名になったという、そういったような曲ですね、今のが。でですね、ちょっとですね、時間があるようですので、今さっき司会の方とちょっとお話しさせていただいたんですが、このお祭りは今日が、1回目ということで、もしこのまますごく評判が良ければ2回目、3回目と来年以降も続けられるっていうことですので、ぜひ盛り上げて来年以降もどんどん続いていったらいいなというふうに、シースペアのメンバー全員で願っています。また来年も私たちもこのステージで演奏できたらいいなというふうに思っております。ではですね、ちょっとお時間の方がありますので、簡単に各楽器のメンバー紹介などをしていきたいと思います。では、今目があったキーボードの M さんです。なんか適当に はい、キーボードの M さんです。はい、ではもう言わずと知れた順番にいくと、今度ギターのトシ君です。はい、ありがとうございます。では次に、実はですね、シースクエアのオリジナルメンバーではなくてですね、一人ドラムの人がどうしても仕事の都合で今日参加すごくしたかったけど参加できなくなってしまったので、ドラムのダイちゃんにヘルプをお願いしました。ダイちゃんまだありがとうございます。前にどうぞですね、ダイちゃん実はですね、まだシースクエアのメンバーと2回しか合わせてないんですが、もう完璧なまで仕上げてきていただいて、すごくもう見込みがある若者だなと思って、はい、感謝してます。で、お父さんやお母さんもね、来られてますので、はい、ダイちゃんでは自己紹介を。笑顔になってしまう大ちゃんです。はい、ではですね、次ベースのエビスマンです。はい、今日は仕事の帰りに大急ぎでこちらへ駆けつけてきてくださって、なんと2時半ぐらいに集合しようかって言ってたのが1時ぐらいにはもうすでに過ぎていたというめちゃめちゃ気合が入っているエビスマンです。見かけはちょっと怖いんですが、キャラはすごくいい人なので、ぜひ皆さん頭を撫でてみてください。はい、ではですね、最後、私と同じ楽器、エレクトリックウィンドインストルメンタル、通称イウイという楽器ですね。こちらの方を、一緒に演奏しているタキさんです。不思議な初めて聞くメロディーだったんですが、はい、今日は玉野からわざわざ駆けつけてきてくれました。はい、では最後にゆいリリーです。え、バンマスのリリーと言います。はい、何か言っていただきましょう。すぐにみんな合わせたがるという非常にこう積極的な、メンバーの皆さんで、非常にね、和気あいあいと楽しくやっております。ではですね、実はもうこの曲が、最後になります。私、このシースペアが結成する、きっかけになった私の大好きな、グランツーリスモの、オープニングに使われているナイツソングという、ちょっと、かっこいい曲なので、これからのこのお祭りの発展を祈って、皆さんみんなで演奏したいと思います。お聴きください。
ますので、皆さんこの後も引き続きお楽しみください。ありがとうございました。